第32回 NHK 紅白歌合戦は1981年12月31日に NHK ホールで行われた通算32回目の NHK 紅白歌合戦21時から23時45分に NHK で生放送されたデュエットソング賞の曲目歌手は次の通り前回の出場歌手の中より今回不選出となった歌手は以下 出展は、朝日新聞、郷田道人、紅白歌合戦の真実、朝日新聞1981年11月14日付、東京勇敢、9ページ。ABC、朝日新聞1981年11月25日付、東京長官、22ページ。郷田、紅白歌合戦の真実、150から151ページ。水前寺清子。 青江美奈、津和真由美と、男性であるロス・インディオスメンバーは、白ズボン、八代秋は、ステージ衣装であるドレス。紅白歌合戦ヒストリー、どんどんクジラの衝撃人生、ゴーダ、紅白歌合戦の真実、週刊朝日2006年12月29日号、この中には、漫画家の青柳義介もいた。夜空を仰いで、お嫁においで、 君といつまでものメドレー当年8月31日限りで引退。歌手活動休業中のため、ありがとうございます。